もろっちい場所ね。本当にこんなところに住んでるの？本当に住んでる場所はもっと別のところだよ。ここは敵と戦うために作った簡単な家みたいなところって言ったらわかるかな。へえ、秘密基地みたいでかっこいいじゃない。かっこいいか。どうしたです、ティアちゃん。顔色が悪いですが大丈夫ですか？大丈夫です。ちょっとお爪さんと出会った時のことを思い出しちゃって。けどここにはいないみたいですね。他のところに行ってみましょう。おーい、ギアッチー。お爪さん、久しぶりだな。いやー、まさかこんなに早く再会できるとは思ってなかったぜ。動かないで。なーにが再会できるとは思わなかったよ。こっちはあんたと喋る舌なんか持ってないの。おいおい、何の冗談だよ。なあ、その子ギアッチの友達だろ。物騒なもんしまうように言ってくれないか。ギアッチ、騙されないわよ。お姉ちゃんたちはそれで油断したんだろうけど、私たちはそうはいかないわよ。お願いです、うずめさん、お姉ちゃんたちを返してください。どうしてうずめさんがあんなことを。ちょっと待てよ、お前ら何を言ってるんだ。ネプッチを返せって、そもそも俺はネプッチとは会ってないぞ。嘘ね。私たちはあんたがダーク女神を使ってお姉ちゃんたちを連れ去っていくのを見ているのよ。それでもシラを切るってのなら容赦なく撃つわよ。そうだそうだ、お姉ちゃんも返せ返せ。おい、今ダーク女神って言ったか。何をいきなり。てか動くと撃つわよ。撃ちたきゃ撃てばいいさ。だがな、その代わりダーク女神について知っていることは話してもらうぜ。待って、ユニちゃん、それにうずめさんも。ネプギオ、ユニちゃん銃を下ろして。けどこいつは。お願い、多分大丈夫だと思うから。分かったわ。せっかくギアッチと会えたと思ったのに、まさかこんなことになるなんて。やれやれだぜ。ごめんなさい、娘さん。けど訳ありみたいだな。話してくれないか。準備はしっかりしないとね。なるほど、お前らの事情は理解した。まさか紫ババアが生きていたとはな。それにでっかいネプッチがどうして紫ババアと一緒に。本当にあんたじゃないのね。だから違うって何度も言ってるだろ。ネプッチたちをさらうも何もそっちに行く方法だって知らないんだぞ。行けるなら真っ先にギアッチたちのところに遊びに行ってるっての。これはあくまで私の予想なんだけど、ネプコたちをさらったのってこの子の偽物だったんじゃない。けど最初に会ったあいつはネプギアを知ってる感じだったわ。それに呼び方や接し方だって。マコがナコを呼んで頭がこんがらがるです。じゃあ次は俺からの質問だ。ギアッチたちが会っていたっていう俺は確かにダーク女神と一緒にいたんだな。お姉ちゃんたちをさらっていったんだから間違いないわ。そうか、やっぱダーク女神が再び現れたってのは見間違いなんかじゃなかったんだな。見間違い？どういうことなんですか？実はな、昨日の夜にヒヨコムシたちがダーク女神を見たって言うんだよ。最初は寝ぼけて何かと見間違えてるんじゃないかと思ったが、どうもヌラリンや他のモンスターたちも見たって言うんだ。で、
調査してたら海尾がギアッチたちを見かけたっていうから会いに来たところで現在に至るってわけだ。そうだったんですね。じゃあ私とユニちゃんが見たあのウズメさんは一体？なら決まりね。アイエフの言う通り、お姉ちゃんたちを油断させるための偽物だったんだわ。それならネプギアやウズメは気をつけた方がいいかもしれないわね。一歩間違えてたら同士討ちになっていたわ。それが偽物の狙いって可能性も捨てきれないわ。あのウズメさん、ところで海尾さんがいないみたいですけど、どうかしたんですか？海尾ならダーク女神を目撃したっていうモンスターたちに話を聞きに行ってる。ここで落ち合うことになってるから、そろそろ。やあ、待たせたねウズメ。そして久しぶりだねギアッチ。おや、けどネプッチはいないようだね。なんか出た。人魚です。あの見た目、やはり白身魚だろうか。丸焼きもいいが、ムニエルも合いそうだ。海尾、いきなりだが悪い知らせだ。なるほど、そういうことか。それなら納得がいくな。お前は何か知っているのか？次元間をつなぐ穴というのはまだ確認できていないが、こちらの世界でも昨夜ダーク女神に関して複数の目撃報告があったんだ。そして彼らの話を目撃時間ごとにまとめると、ダーク女神とウズメの偽物はここから北東の方に飛んでいったようだ。北東か。ウズメさん、北東には何があるんですか？何かあるどころか、あそこには何もないぞ。地面も大地も消えて、あるのは虚空だけ。でもどうしてそんなところに？ウズメ、もしかしたらこの一件は例の現象と関連性があるかもしれない。俺たちも同行させてもらおう。もちろん花からそのつもりだ。ネプッチがこっちの世界にさらわれたってなら借りを返す絶好の機会だからな。そういうことだギアッチ、同行させてもらうぜ。ありがとうございます。こっちの世界はまだわからないことが多いので、娘さんが一緒に来てくれるだけで心強いです。気にすんなって。俺だって逆の立場だったらそうしてるしよ。それにギアッチの代わりにしてくれたんだろ。気づいてたんですか？ギアッチの性格上、仮に俺が本当にネプッチをさらってたとしても剣を向けられるような性格じゃないからな。しっかりしてるように見えるけど、なんつうかあんまりメンタルが強くないっていうのか。わかります。ネプギアのやつ、こっちに来る前もウズメさんがどうしてとか言ってずっとウジウジしてたんですよ。気になるなら自分の目で確かめればいいだけなのに。けどそんな性格のせいか、迷いを振り切った時のギアッチはまっすぐですっげー強いんだよな。まったく、毎回奮い立たせるこっちの身にもなれって感じですよ。ユニッチも苦労してるんだな。まっ、ギアッチに苦労かけられてる同士、仲良く行こうぜユニッチ。ユニッチ？それ私のことですか？可愛いだろ、友情の証だ。あ、それとユニッチは俺に対して敬語は禁止で、これからタメ口な。どうしてですか？それが手っ取り早くユニッチと仲良くなれそうだからかな。ギアッチにはタメ口な分、そのつもりはなくても距離感じるんだよ。それに
別に俺はそっちの世界の女神じゃないんだし、女神とか候補生とか関係なしに仲良くしようぜ。わかりま、わかったわ。時々ぎこちなくなるかもしれないけど、これからはムズギア同様タメ口で話させてもらうわ。改めてよろしくね、ルズメ。ああよろしくな、ユニッチ。ここですね。ナムちゃん、私お腹減っちゃった。ナムちゃんも？実は私もお腹空いてたんだ。一緒だね。そうね、だいぶ歩いたし、この辺でちょっと休憩してご飯にしましょうか。でしたら私ちょうどおにぎりを作ってきているんですけど、どうですか？お、ギアッチの飯か。喜んでもらうぜ。はい、どうぞ。味付けご飯のおにぎりです。ありがとう、ネプギアちゃん。どうしたの、ロムちゃん？おにぎりの中に椎茸。な、椎茸？あっぶねえ、食うところだったぜ。ロムちゃん椎茸嫌いだもんね。けどこのおにぎりの椎茸、味が染みてて美味しいわよ。でも椎茸嫌い。好き嫌いはダメだよ、ロムちゃん。せっかく農家の人たちが私たちのために美味しい椎茸を作ってくれたんだからね、うずめさん。おお、そうだな、農家の人のためにも好き嫌いは良くないよな。でも好き嫌いしてるとうずめさんみたいにかっこよくなれないよ。もちろん、かっこいいうずめさんは椎茸が食べられますもんね。あ、キヤッチ、測りやがったな。うずめちゃん、椎茸食べれるの？聞くまでもないわよ、ロムちゃん。うずめに好き嫌いなんてあるわけないじゃない。だって、好き嫌いなんてかっこ悪いじゃない。ああ、俺には好き嫌いなんてないね。なんてったってかっこいいからな。じゃあ食べてみて。それはちょっと今日は腹の調子が悪いっていうか、そのやっぱり嫌いなの？なんだかっこ悪いの。かっこ悪いだと。わったよ、食えばいいんだろ。食えばいいか、よく見とけよ。その俺のかっこいい食い玉を。はーん、一口で食べた。かっこ、どう？うめえ。なんだこれ、出汁がいい感じに染みてて、これ本当に椎茸か？まさかこんなにうまい椎茸があるなんて。俺が今まで食ってた椎茸は何だったんだ？うずめさんに食べてもらいたくて頑張って研究したんですよ。本当だ、おいしい。やったね、ロムちゃん、椎茸克服よ。うずめも椎茸克服だな。ああ、また一段と俺のかっこよさに磨きがかかってしまったぜ。作戦成功です。出発です。到着したよ。ここがこの世界の果てさ。本当に何もないんですね。けどこの先にお姉ちゃんたちが。けどどうやって進むの？何もないんじゃ歩いていけないじゃない。どうする、うずめ？まずい、みんなどこでもいいから捕まれ。な、なんなのよこの揺れは。すごく揺れてるです。
もしかして以前ウミオさんが言っていた例の現象と何か関係があるんですか？そういえばギアッチたちにはまだ話していなかったね。ギアッチ、こいつの画面を見てくれ。この数字、次元座標ですか？話が早くて助かるぜ。ギアッチたちが帰った後、しばらくして今みたいな揺れがゼロ次元全土で何度も観測されたんだ。で、ギアッチが改造してくれたこいつで片っ端から原因を調べていったら、わずかだがこの数字が動いていることに気づいたんだ。待ってください、その数値本当に動いたんですか？どういう意味だ？さっきも言いましたが、その数値は多次元空間上でのゼロ次元に位置する座標を意味しています。そして次元の座標というのは本来絶対的なものであり、数値が変動することはありません。ですが数値が動いているということならば、それはこの次元そのものが移動しているということになるんです。そうだったのか。けど移動ってどうして移動してるんだ？それにどこに向かってるんだよ。待ってください、その数値見覚えがあります。確かそれは、そんな、まさか。これが私たちの暮らす超次元の次元座標です。以前のゼロ次元の次元座標は、そして今のゼロ次元の次元座標は、徐々にですが超次元に近づいているんです。そうなるとどうなるんだ？わかりません。次元の座標が動くなんてことありえないことだったんですから。けど動いてるんだよな。ゼロ次元に何が起こってるんだ？そういえば娘さん、記憶喪失はどうなりましたか？ああ、そのことか。モンスターたちからシェアを得られるようになったおかげか、少しずつだけど、いろいろ思い出してきたよ。ただ、新しく作ったゲーム機を得るために、リアカー引いて、行商したり、販売が波に乗り始めたと思ったら、生産が追いつかなくて頭下げてたりと、まあ、しょうもない記憶ばかりだけどな。でも、そんな記憶でもないよりはあった方がいいですよ。そうだな。けど俺としてはそろそろ自分の国の名前くらい思い出したいんだけどな。プラネデューヌ。プラネデューヌ、それがお前の、いや俺の国の名前だ。その姿、俺なのか？ヤッホー、ネプギア、また会ったね。元気してた？お姉ちゃん？やあ、はじめまして、俺。こうして会うのは初めてだね。てめえが誰か知らねえが、そいつはギアッチの国の名前だ。騙されねえぞ。そんなことは当たり前さ。俺の国の延長線上にギアッチの国があるんだからさ。どういうことだ？それは俺が、お前が思い出すことだ。そしてプラネデューヌに触れたこともね。てめえ何を知ってやがる。君の知らないことすべてさ。そうだね、例えば異なる次元が同一座標上に位置した時にどうなるのかも知っているよ。特別に教えてあげよう。そうなると2つの次元は1つの次元へ融合するんだ。どうだい？至ってシンプルな回だろ。とっても超次元が見るも無残なことにゼロ次元化するだけなんだけど。ネプッチの誘拐もダーク女神も全部てめえの仕業だな。何を企んでやがる。残念だけど
それはまだ答えられない。それに今日は別の用があって来たんだ。ギアッチ、秘密結社から取り戻したゲーム機を俺に渡してくれないか。目的は何ですか？質問に質問で返すなんて感心しないな。君は俺に例のゲーム機を渡せばいいだけさ。あんたね、アフィモージャスたちやゴールドサードを利用して裏で操っていたのは。へえ、よく気づいたね。正解だよ。さすがプラネティウムの情報部員と言ってたわ。何が目的か知りませんが、あれは絶対に渡せません。まあいいさ、手間はかかるが後で回収すればいいだけの話だ。帰るよ、ネプテューヌ。待ってください！どうしてお姉ちゃんたちをさらったんですか？返してください！ああ、そういえばそうだったね。けど時が来たらちゃんと返してあげるよ。いい感じに仕上がってきたからね。期待していてくれ。待ちなさい、ネプギア。急いであの二人を追うわよ。せっかくの手がかりを逃がすものですか。ここに行くんだね。あの二人の痕跡をたどってきたのはいいのですが、何なんでしょうかこの空間は。暗闇の中に星のようなものが輝いている。こんな場所がこの世界にあったなんて。すごい、まるでお星様みたいで綺麗。そう思わない、ロミちゃん？うん、とっても綺麗。確かにこれは驚いたな。でも今はあの二人を追うのが先だ。そうだろ、ウズメちゃん？ああ、見たいならまた後で来ればいい。今は偽物とでっかいネプッチを急いで追うんだ。プッチたちを返して知ってることを洗いざらい吐いてもらうぜ。へえ、まさかこんなところまで追ってくるなんてね。もうしつこすぎると嫌われちゃうんだからね。あいにく一度噛みついたら離さないのが性分でな。そっちこそ諦めたらどうだ。いい加減ノワールさんを返してください。でないとあなたを本気で始末します。うん、多勢に無勢なんて卑怯だよ。戦いは数だよ、大きいネプネプ。チャンスは最大限に生かす、それが私の処理、うん、なんてね。チャンスねえ、けど見誤ったチャンスはチャンスではないよ。君たちの相手はこの子だ。それじゃネプテューヌ、今度こそ帰ろうか。はいはーい、ゲートオープン。ここまで追い詰めて逃げられるなんて。戦いとは常に2手3手先を読んで行うものさ。生きていたらまた会おう。その時は守護女神たちも一緒だ。追うも引き返すもまずはこいつをどうにかしなきゃいけないか。ならこの天皇星うずめが相手をしてやるよ。お願い、狙い撃つわ。力を貸して。ことだけはできません。
さいからって甘く見ないことね。それそれそれ、私の番だね。誰を狙おうか、確実に仕留める。逃げられたか。ここまで来ておいて。いや、まだだ。どうやらゲートはまだ生きているようだ。本当だ、逃走用に使ったゲートが開きっぱなしだね。まさか閉じ忘れていたりして。十分あり得るわ。別次元の別人とはいえ、根本はネプコだもの。多分この先はあいつの拠点かどこかに繋がってるはずだ。行こうぜみんな。